はい、この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。電話がつながっています。今日のお話は内藤証券投資調査部の高橋敏郎さんです。高橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、アメリカのこの2日間の動きを見れば、まあ、今日は下落、はい、やむなしというところだったかと思いますけれども、どんなふうにご覧になってますでしょうか。はい、そうですね、日経平均の方はまあやむなしというところはあると思います。でマザーズ指数は思ったほど下がっておりませんという感じですが、やはり、11月どちらかというと株高というふうななんとなくの市場の雰囲気あったと思うんですけれども、少しちょっと、その機運というのが薄らいできたかなというふうな、そんな印象を持ってます。うん、11月この先、来週以降というのはどんなイメージでしょうか。そうですね、やはりこれも米株次第というふうになるんですけれども、この決算が終わって中間選挙があって、なんとなくその業績のいいものを年末に向かって買われるというふうな、イメージ、休み前まで持っておりましたけど、やっぱり一度アメリカの指標ですね、ちゃんと、出たのを見て消化してからというふうになると思います。あ、はい、それでは今日のテーマですけれども、月初、はい、恒例の、 新高値銘柄をまた分析していただいているようですので、こちらお話しいただけますでしょうか。はい、はい、では、最初1ページ目ですね、まず10月になります。でこちら各市場のものをまとめてありますけれども、ここでお話しするのはですね、一つはこのプライム市場ですね、ここの回数のところで11回といったところ、ここに、JAC リクルートメントとフルキャストというのがあります。この2つはともに、いわゆる人材系ですね、人材絡みのものが回数的には多かったという話。もう一つはこれもプライムになりますけれども、時価総額で見ますと NTT と第一三共ですね、これも、今年1年通して強かったといったもので、どちらかというとディフェンシブ性のものが、しっかりしとったというふうな、10月だったと思います。はい、2ページ目に行きますと、ここで、グロース市場のですね、新高値回数順になっております。でここの中でなんですけれども、この2番目のブランディングエンジニアですとか、4番目のクックビズですね、こちらも今言いましたように人材紹介、というふうな括りに入ってきております。で、やはり回数グロース市場の中でも、人材絡みですね、先行されておったなというふうな、状況かと思います。これはやはり経済再開ということなんでしょうかね。そうですね、経済再開の中で最近いろいろ会社の方で、いわゆる学び直しですとか、もう一度この DX でこの会社の業態ですね、変えなきゃいけないというふうなところがあるんだと思います。で人がなかなかその、思うように採用ができないというのもあります。でこの販管費の部分ですね、いかにその効率よく DX 投資をして、人材の方も効率よくしたいというふうな、そのいわゆる B2B のこの販管費の取り合いのところ、人のところというのが、動いているなというふうな感じです。はあ、はい、こうメンタルヘルスあたりもこう広い意味で言えばこう働いている人関連みたいなことも言えなくはないですかね。そうですね、そういうふうに、なってますね。ですのでこの特に企業ですね、まだその比較的体力はこのコロナ後でも、企業ありますので、いかにもう一度この会社の中の、資源の配分ですね、こういったところを考えてらっしゃるのかなというふうな感じですね。はい、そして次が、はいはい、3ページ目なんですけども、これも、9番目のウォンテッドリー、これも、いわゆる、人材交流といったところで人絡みというふうなところだと思います。で、もう一つはそのいわゆる販管費、その営業支援といったところでも、ここ実際ですね、この15番とか16番、ちょっと中身のは違うかもしれませんけれども、いわゆる間接業務とかこういったところの絡みが出ております。でもう一つなんですけど、この10番目11番目ですね、培養創薬というのが、週刊誌の方でも特集されておりましたけれども、コロナが終わって、いわゆる研究開発が再開された、もう一つはメッセンジャー RNA というもので、今そのコロナの、対処の薬を作りました。これをいわゆる、応用できるといったところで、バイオですね、こちらも注目されておるというふうな、記事も出ておりまして、そういった流れもですねあるのかなというふうに思います。はい、
あとは直近の IPO 銘柄がいくつか入ってますね。あ、そうですね、今回 IPO 非常に強いですね。例えばこの17番目の FP パートナーなんかはパッと見ていただきますと時価総額もそこそこありますし、はい、今この25日の乖離も、まあ、高すぎない状況、さらに売買代金も伴っておるというふうな形でバランスよくですね、なっておりますし、まあ、他でも、いわゆる IPO 銘柄ですね、プラスゼロですとか、まあ、目立ったところですね、目立っておるなというふうな感じですね。はい、そして次のスライドまとめとありますけれどもお願いします。はい、10月なんですけれども、まあ、10月はただ、まあ、バンクオブイノベーションですね、こちらが非常に目立ちました。本日は、ストップ安ですかね、かなり下げとったと思うんですけれども、まあ、かなり、グロース市場では、中心的な存在でした。で2番目に9月の時これをお話しした時は経済関連ですね、旅行ですとか、インバウンド絡み、こういったもの新高値目立っておったんですけれども、大きく下げてるわけじゃないんですけれども、一服感があるなというふうな、新高値は取ってないというふうな状況でした。で3番目が、今までこれ述べました、人材派遣ですとか代行ですとか、営業支援、もう一つはバイオですね、こういったところが、10月動いておったなというふうな感じです。はい、では今月どうでしょうかというところなんですけれども、はい、次のスライドをお願いします。はい、5ページ目なんですけれども、これはですね、21年と22年の足元までこれの、月別の新高値の、数と、マザーズ指数を出しております。でパッと見ていただきますと、今年ですね、このいわゆる、グロース市場なかなかその盛り上がりに欠けるなというふうな、印象を受けておりますが、見ていただきますとこの、まあ、4月はちょっと、切り替えがあるので得意ですけれども、比較的まとまって新高値というのは、出ておったなというふうな感じになっております。あ、はい、で多くはその昨年の11月ですかね、グロース系の銘柄が高値をつけておったような状況の時、そこから見ても、まあ、新高値というふうな数ではしっかりしておったなというふうな、状況かと思います。うん、はい、でここ、丸いところ、11月、12社、ここまでつけておりますけれども、非常になんか足元も強かったので、次のページですね、さっと紹介したいと思います。はい、でグロース市場これ11月の新高値、まあ、2日しかないので、全てですねこの12社出しております。なのでこの、新高値の2というのはもう、2日間とも新高値だったといったもので、これ見ていただきますとここにもですね、やはりこの人材派遣ですね、BCC ですとか、あと営業支援アイドマホールディングス、こういったものが目立つなというふうな状況です。うん、で本日もですね、先ほど見ておった、バンクオブイノベーション以外は総じてしっかりしておるというふうな、状況かと思います。あ、はい、はい、ですのでまだこれ月初ですので、11月ですね、この後、動きとしては、短期的なものを注目していきたいかなというふうに思っています。はい、はい、そして次がこれは先ほどと、はい、同じですか。同じですね、はい、で11月入ってきますとそろそろもう1年、終わりだなというふうな感じが強いと思います。ちらほらそういう会話もするかと思います。それで、この新高値の数を見ておったときに今年の1月から10月までですね、どんな状況だったかというのを、これ見たいと思いまして、その次のページ8ページですね、はい、これは1月から10月まで累計で、新高値が、どれだけあったかというか回数の多いんですね、並べてあります。はい、一番多いのがこれ1番目日本スキー場開発ですね、新高値、まあ、約10ヶ月で37回を取っているというふうな状況で、ここは意外とあまり目立ってなかったと思うんですけども、その下からいきますとこのバイセルですとかサンウェルズアドベンチャー、こういったところはですね比較的、主力どころといいますか時価総額もしっかりしておりますし、今年目立っておった銘柄かなというふうに思います。で右側のこの騰落ですね、騰落はこれ、21年の12月30日から、今年の11月2日までですねの騰落を単純に取っただけですけれども、やはりですねこの、そこそこしっかりしておる、倍ぐらいにはなったなというふうな感じです。でここの銘柄がですね、あとは11、12と2ヶ月ですけれども、
まあ主役的といいますか新高値の回数から見ると、よく目にした銘柄群であったなというふうなことが言えると思います。はい、これ顔ぶれとしてはこうやっぱりリオープンが目立つかなということと、あと6月の IPO 銘柄が、サンウェルズと M&A 総研2つ、この辺がちょっと目に留まりますかね。そうですね、ちょうどここはあれですね、IPO の日も1日違いで、そうですね、今年これ目立っておったなというふうに思いますね。はい、はい、で9ページ目なんですけれども、ここはその、この先といったところなんですが、これは21年の1年間ですね、ここ12ヶ月でマザーズ市場、これの新高値の回数、いわゆる去年ですね、去年の主力どころ、新高値の回数として主力どころだったところを出しております。はい、でここが、例えばこのフロンティア、エネチェンジ、グローバル、グローバルウェイは非常によく目立っておったと思いますけれども、ここの騰落率ですね、これは、先ほどの前のページと同じ、21年の12月30日から、今月の2日までというふうになっております。年初来ということですね。そうですね、はい、年初来になります。でここ見ていただきますと、やはり、わっと大きく伸びたものはなかなか厳しいなというふうな状況だと思います。ただですね、この、霞ヶ関ですとかアイドマホールディングス、先ほども出てきたおったと思いますけれども、しっかり業績ですね、ついてきておるもの中にはこうやって2年にわたって伸び続けておるのありますので、あ、参考にしていただければなというふうに思います。あ、はい、まあ、ということは今年の人気銘柄が来年の大幅安銘柄かもしれないと。その可能性もあるので、はい、ちょっとそうですね、引きずるのは、やめておきたいなというふうな感じですね。まあ、ただ2年続く銘柄もありますよということですよね。はい、はい、そうです、わかりました。はい、高橋さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。